はい、こんにちは。6月半ば過ぎましたですね。梅雨ですね。今年は本当にね、5月とか4月暑いなっていう日が本当に一日もなくて、夏はいつやってくるんだみたいなノリでもう梅雨ですよね。全く弱ったもんです。ということで今日何やってるかと言いますと、雨が降ってますからね。はい、このハウスですね、ドドンドドンと、まあ見る人が見りゃ分かるんですけども、さつまいもの苗のハウスですね。もちろん僕のじゃないんですけども、ここ千葉成田大栄はですね、さつまいも落花生、大産地でございますね。そうした最強農家がゴロゴロいるわけですけどもね、そのうちの一軒のお宅で苗を、好きに持ってっていいよということでね、このようにこれですね、皆さんご存知かとしませんが、さつまいもという芋はですね、この苗を刺すんですね。この茎のところからですね、こっからビューンと伸びて、芋ができます。ですから茎の延長なんですね。それがじゃがいも、里芋は芋そのものを植えますけれども、さつまいもというのはこの苗がね、元になるというかね、この苗を畑に刺していってさつまいもができるわけです。なので、これを刺しておくと、ここからビヨーンと茎が伸びてですね、それで芋がバカバカバカバーっとこうできるわけでして、今その苗を収穫していると、収穫というんですかね取ってるという状況ですね。ちょっとやってみますね。もう梅雨でね、今日週末はですね、じゃがいもをね収穫する予定だったんですけど、当然今日がっつりこれ雨ですよね。一日雨だってことでね、ほんと弱ったもんですよ。なんでね、どんな感じか、よし、カシャカシャ、よし、よし、ね、これいいっしょ、これ、膝当てね。私もう膝が崩壊しますんでね、これやんないと、これでこうやってやるとね、痛くないですね。さあ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 、もうね、あ、ちっちゃい。どっから取るとかあるんですけども、僕だけでも今年、何本ですかね、1000本以上はね、やると思いますので、あんまりもう、こだわってやっていてはね、進まないってことでね、今日もこれずっとやって雨の中植え付けるわけですけれども、もうなんて言ったらいいんでしょうね、大変でございますこの雨の中ね。今 T シャツ1枚でね、ハウスの方が暑いですからね、やってるんですけども、あ、ちっちゃい、ダメだ、よし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 ね、いやいやいや、何本も何本もこうやってひたすらひたすら取っていきますね。何時間かかるんでしょうか。結構ね、さつまいも作るの簡単ですけどね、結構うんざりするんですねそんなこと言っちゃいけないな。さつまいもね、ご飯のおかずにならないですからね。僕はあんまり、研修時代からあんまり好きではなくてね、あんまり作らないようにはしてるんですけども、なんといってもね、この辺はもうさつまいもの大産地ですから、いくらでもね、周りの人は皆さん山ほど作っていったりして、まあ、あえて僕は作らないようにしてたんですけどもね、ご存知のようにもう売り上げが激減しましてですね、私ももうかなりやばい状況に追い込まれておりまして、野菜セットがね売れないっていうことであるならば、何を作ろうかなということでね、あ、ダメだ、さつまいも農家にでもなろうかなとまあさつまいも専業にはなりませんが、野菜セットはやりますがね、野菜セットが売れないんであれば、何作るかって言ったら、この辺ではもうさつまいもなんですよね。
あるいは落花生、でもさつまいもは楽しくないですよね。さつまいも楽しくないんですよ、本当に。やることはとっても単純ですからね。だからひたすら量をやらなきゃいけないですね。でこれだけの苗あるわけですよね。まあもうこれで使わないということなんですけども、これをこうやって切ってね、刺していくって、ただひたすらそれだけですね。もう何も考えなくてもいいわけですけども。いやー、なかなかね、戦後ね、日本貧しい時はさつまいもはね、皆さん年配の方は食べたんじゃないですかね。どこでもできますよね。土は肥料分があってはダメなんですね。ですから肥料分を少なくできる作物の一つなので、作ること自体は簡単ですよね。なのでね、なんかもうそういう何も考えない、そんなこと言っちゃ失礼だね。あまり深くね、どう売ろうかとか考えなくてもいいさつまいも農家、羨ましいですね。さあ、ということで、ちょっともう朝からやってるんでね、実はもう飽きちゃってるんですよ。なので、見る人が見りゃ、お前ちょっと手が遅いんじゃねえか。はい、その通りでございますね。もう全然楽しくないよね。これがあと何コンテナ10、20と取んなきゃいけないんでね、もううんざりなんですが。さあ、ってことで、そんな百姓農園の一日でございました。それではまた。